じゃあ、今日はですね、このハーレを納車しに伺うとこでございます。はい、結局ですね、またヤフオクに出品させてもらいまして、群馬県の方がですね、落札してくださいました。なんでしょう、すっかりですね、レストアというか、バイクを買ってきて組み上げて、でちょっとロングツーリング SSTR とか参加して、そしたら次のレストアのための軍資金のために、売ってっていう、なんかそのサイクルがですね、なんかできつつありますが、本当ね、毎回やっぱ名残惜しいのは名残惜しいですよ。ただですね、レストアするたびに、じゃあ家にバイクが2台も3台も増えてくっていうこともなかなか、それはそれで厳しいですし、やっぱりですね、特にこう自分が触るバイクが基本的にはこう旧車の域に差し掛かってるものだったり、キャブ車っていうこともあってですね、やっぱそれなりにこう手をかけてあげないと、余計そのコンディションを保てない、そういうバイクが多いので、やっぱりこう2台3台持ち、ましてやレストアに取り掛かっちゃうとですね、その間っていうのはやっぱり他のバイクをそんなにこうまめに、見る余裕もなくなってしまうっていうのもあって、なおさらなんですけど、そういうのもあるので、どうなんでしょうね、一つのバイクを長く乗る、それでこそこう分かる楽しさっていうのがあるっていうのも、分かるんですけど、そんな感じでで、今回 もお読みに出すことにしました。はい、昔はね、いじるの好きだったけど、ここまでこうがっつりレストアっていうのは、やってなかったので、そこそこ、言ってもそうですね、2、3年は当然1台を乗ったりっていうのもあったんですけど、でもやっぱり、走るのと同じぐらい、いじるのも好きなので、やっぱりこうそこはね、その時のそのバイクの種類だったり、その時の状況にもよるんですけど、基本的には思う存分ね、味わい尽くしたら、次のバイクを作る、そんなことでね、楽しんでるっていう、今はそんなスタイルですね。はい、やっぱね、でもね、フレームまでバラバラにして、で、これは腰下はいじってないですけど、やっぱエンジンも開けて、組み上げて、で当然その時は一つをね、長く乗るつもりで、もう干潮を目指してですね、コンディションを出すので、その分思い入れもすごい強いんですよ。で、その上でこうきちんとね、がっつり味わい尽くしてロングツーリングにも出るので、ある意味、だいぶね、そのバイク期間は短いけどすごく濃い時間を過ごすので、そこでこう結構満足できるっていうところは ありますね。新車で買って、でそれをこう自分でまさにこうエイジングを楽しむじゃないですけど、自分の癖がついていく経過を楽しむっていう、そういう乗り方、むしろそっちがね、一般的だとは思うんですけど、バラバラにして組み上げて、っていうところでも、それはそれでね、期間はそんなに長くないんですけど、結構味わい尽くせるっていうところはあるのかなって思います。どうもお待たせしました。暑い暑いっすよ。いやいやいや、どうも、はじめまして。大変ですよ。
ました。座っちゃっていいですか。あ、すいません。座ってください。あ、ありがとうございます。あ、じゃあお言葉に甘えて。あー冷たい。あー。生き返るでしょ。いやー最高っすね。いやー。うおー。はあ。うおー。いや、もうゆっくり朝早く出てきて、この辺ちょっと観光して、ぐるっといろいろ回ってくるのかなと思ったんですけど、まあ、ちょっとあまり無駄にこう走りたくないなと思って、最短で来ようかなと思ってきたら。いや、でも本当に、とてもいいよ。プランターでもできるしね。インクルームとちょっと素晴らしいです。